ほー、こんばんは。こんばんは。あ、はい、で。あ、お、すごい。フリーさん、ありが魔女の帽子。わさぴさん、ありがお墓。バイトしてるの？えらいね、みんな。目が痛い。あ、猛烈に疲れた。猛烈に疲れた。猛烈に疲れました。なななななな、うん、まままま、うん、まままま、まままま、まま猛烈に疲れたんだよ、猛烈に疲れたよ。ハロウィンのやつが落ちてきてる。あ、ね、見た見た、私も。そう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 、ハロウィンのギフトでも、そうそう、帽子とか、なんだろう、なんか決められてるんだよね、ポイントに反映されるギフト。がんばりん、Jさん、ありがとう、モリー、エジさん、ありがとう、バッケン、イレキさん、ありがとう、わさぴさん、ありがとう、ファッカン、ありがとう、言ったっけ。そう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 、そうやね、そうそうそう。おかっきーさん、ありがとう。そうだから、コウモリとかは果物のやつポイントにならないのかな、確かね。結構少なかった気がする。でもいいよ、みんなもう大丈夫だよ。いいよ、ありがとね、みんな。まだ収穫だものを食べて、食べたところでみんなきっとあれだし、お腹減っちゃった。え、ちょっとそうです、私昨日からダイエット始めたんですよ。ダダダダイエット始めたよ。いや本当に大丈夫ですわ。なんか、まあ、1日考えた結果、いやこのやつは私は嬉しいし、私は嬉しいけど、なんかファンの方、まあ多分ファンの方にあんまりだなと思う。ファンの方が、あ、なんか、うん、なんで、うん、まあみんなわかるでしょ。何ダイエット？健康ダイエットです。健康ダイエット。さっき、まあ食事ね。メモるようにしてる。あ、これこれこれ、何時頃、ああ、ああ、こしちゃったよ。あのね、普通のダイエットです。本当にベーシックなダイエット。そう。10分で終わります。あと。あと10分で終わります。あ、ハロウィンのやつだ。無料のやつだ。だってあとな、ってさ、だってさ、何キロ痩せたの？痩せてないよ、痩せてないから始めたんだよ。だってあとね、だって20万ポイントだもん。それ20万ポイントみんなにやるのはあれだなと思って。まずいつもダイエット、なんで食べ過ぎないようにしてたけど、
なんか運動とか最近全くしてなかったら太ったんですよね。今人生最高体重に戻っちゃって、そうなんだよ。ねもはんもはね、レッスンで踊ってるけど毎日踊ってないな。だってさ、え、すごい、あやねちゃんとかみんな達成してるんだ。え、すごい、20万ポイントなんて、え、すごい、みんな達成するんだ、すごい、なんで20万ポイントなんて、もうだって1万6000円だから、だって10、俺全然、すごい、みんなすごいね、みんなどういうあれなんだろう、お強いのかやるよ、すごい、あやちゃん1日で13万、へえ、すごいね、うわ、いいよ、そういう、すごいな、なんか私には未知の世界え、あ、忘れてた、ちょっと待って、エースのワンペアさん、前タワー投げてくれたよね、で私書きますって言って書いてないんだよ、そしてね、今も投げてくれたよね、もうじゃあ思い出した、思い出したうちに書いとこう、ハツコの夢叶えたいさん、ありがとう、お化けエースのアンペアさん、ありがとう、お化けの、あ、猫なんだ、すげえかわいい、うん、ごめんよ、今日また減っちゃったね、そうだ、忘れてたよ、ごめんね、うん、金曜日なんか今日ほんと疲れちゃった、おお、なんか味がある、字見て、味がある、エースのベアさん、ありがお化け、これはあの前回、前々回の方ですか、いやさ、20万なんてさ、だってさ、え、みんなそんな盛り上げると思ったのか、すごいね、でもいいよ、すごいな、お腹が減っちゃったよ、頭が回ってないな、今日は10月、今日は29日、エースのペアさん、ありがとう、猫ちゃんのやつありがとう、そう、シワやね、 G の仲間らしいよ、ありがとう、撮った撮った、マッシーは昔2時間で撮影してたんだ、すごいね、マッシー、マッシー配信してるの、ありがとう、撮った、よかった、私は到底無理だわ、だってさ、だって無理でしょ、だって、あ、無理じゃ、無理じゃないけど、だってさ、これあれだもんね、だって1万6000円でしょ、何やろ
無理じゃないけど、なんかみんなにそんな無理してもらいたいわけでもないし。あー、お腹が減ってきたな。テラップ見てきた？おかっきーさん、ありがおばけー、ありがおばけなんか苦しくなってきたなんか苦しくなってきた。なんか自分無理だ。なんか自分ってあれだわ、ほんと。虫のバラード見た？嬉しい、ありがとう。いいよ、みんな無理し、私のそんな数少ないファンの皆さんに無理するのは申し訳ないから。そうだってさ、きっとさ、みんなは分からんけど、どうなんだろう、あれかな。そうだから、いい、あー、やめて、この話もやめたい、やめよっか。あ、もっと3分だ、30分まで終わりにしようかな、30分だったら。そうなんですよ、最近疲れすぎて、もうやめて、その話振るのやめてくれ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 。あ、ボサボサになっちゃった。滝さん、ありがとう、ありがとう。あ、フィティさん、おかげで金欠だから、いいよ、やんない、いいよ、ありがとうね、嬉しいよ、ありがとう、ハッピーハロウィン。あ、ごめん、ありがとう、ごめんはダメだね。あ、佐久間さん、ありがとう。かぼちゃのタワーですよね、金欠ですよね、皆さん。なんかさ、違うな、自分はダメだ、コーナーダメだ、寝てますよ。今日はだって別に一日何もなかった一日何もなかったから、そう、自主練してただけだから。そう、午前は舞台見に行きました、ミスターの。そう、見に行って、舞台を見に行って、鼻かゆい、舞台見に行って、あのオープニングナイトみたいなをみんなで見に行って、そう、見に行って、ご飯食べて、その後自主練してきました。舞台、そう、ミスター、なんかアンサンブルって言ってたから、どのくらいやるのかなと思って行ったんだけど、結構ね、よかったで出てました。あ、11月3日お話し会か、そう、楽しみだった。ジェイさん、ありがとう。お化け、バイトが休むの、バイトわざわざごめんね、なんか急にやったからね、私が。あー、くまさん、ありがとう。そう、ありがとう、嬉しかったです。チコミントさん、ありがとう。なんか最後一個話でもして終わりにしよう。そう、今日、やめとこう今日、そう、豚を見に来て、美味しい、あ、そう、じゃあ私のダイエットの話だけしてから、なんか、あの YouTube の方が言ってるダイエット方法なんですけど、
まあ、カロリーのその、まあ、収支そのカロリーの消費とこう取り込むかカロリーとかのバランスとかを見てダイエットするみたいなやつなんですけど、糖質は1日 120g に抑えようとか、タンパク質は1日自分の体重分以上食べようとか、そんな感じかなのダイエットで、あと運動もして、タンパク質はクリアしたんだけど炭水化物糖質 120g に抑えれなかった。チョコミントサーニがお化け、アニがお化け、今日抑えれなかった。でもカロリーは1067カロリー摂取したくらいだから、まあまあ、うん、でもこの後なんか食べたいなとか思っちゃってる自分がいるよね、いるよね、そういるよね。この後お菓子食べたいな、お菓子は食べたいなと思ってないけど、なんか食べたいなと思っちゃってる僕ちゃんがいる。マークス高島さんありがとう。運動はね、私いつも毎日ウォーキングしてるんだけど、ウォーキングとあとはその日によってって感じなんだけど、あと今日はダンスしたり、でも時間なくて筋トレしたいんだけどちょっと時間がないなっていうのがありますね。はあ、もう今日ほんと疲れすぎちゃったな。でも明日が一番疲れるから、頭がパンクそう。だめだ、容量小さすぎた頭のって感じです。ということでランキング見たいと思います。13位、ちまさん、ちまさんありがとうございます。12位ドヤリンチャさん、ドヤリンチャさんありがとうございます。11位余裕のないゆうちゃんさん、余裕のないゆうちゃんさんありがとう、プリンありがとうございます。10位スーさん、スーさんありがとうございます。9位ヒーレギさん、ヒーレギさんありがとうございます。8位ノリーさん、のりさんありがとうございます。めっい7位、あ、ミティアトマーク、みんなに遠慮しちゃう、かわいい、いや、しょうがない、そういう人間だ。ミティさんありがとうございます。6位、ジュエさん、ジュエさんありがとうございます。5位、おかきさん、おかきさんありがとうございます。4位、わさっぴさん、わさっぴさんありがとうございます。そして3位は竹はつくねむかなえたいさん、竹さんありがとうございます。2位、まーさくまさん、まーさくまさんありがとうございます。そして1位は S のペアとマークゆうやすさんということで、 S のペアさん、まーさくまさんと S のペアさんのありがとうございました。ありがとうございます。あとなんか言い残したことあるかな。明日は多分配信したいん、メイクはねするんですよ。あ、朝しようかな。なんかメイクするんですよ。だからするなんか最近ね、ちょっといろいろ整ったんで配信したいんですけど、多分夜もしようと思ったらできるんだけど、夜はちょっと疲れすぎてる可能性があるんですよね。レッスン6時間あるからだから、まあでも夜でもいいんだよね。あーさ、明日あんまりしてないよ、やりたいだけだから。あばば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 。あー、なるほど。明日、なるほど。あ
じゃあこれだったら、そうだね、夜疲れてなかったらやるわ。でもレッスンは9時に終わるから、9時に以降になると思います。9時に終わるから、まあ多分9時、あさっては多分絶対配信する。マックスがごちそうさん、ありがとう、ハート3つ。そう、あレバネラ炒めいいよね。てか今日朝バナナジュース飲んだら、普通にバナナジュース飲んでお昼に鮭、イクラ、アボカド丼を食べたら、一瞬で糖質が 120g 超えちゃった。悲しい。早くね、早くないと思って。でその後にタンパク質が足りてなかったから、タンパク質取るために、あと甘いもの食べたかったって思って、あのプロテインのさ、コンビニで売ってるプロテインのザバスってみたいなのあるじゃないですか。そのザバスちゃんのヨーグルトを食べたんですよ。ヨーグルト味、ヨーグルト飲む、ヨーグルト飲んだ。それでは超えちゃったね。そうお米がね、そう外食だったから、お米いつもお米食べないんですよ普段。自分で食べるときはね、自分で食べるときはオートミールしか食べないから、オートミールでごちそうさまなんですけど、でも今日はそう外食だったから、オートミールじゃなくて白米だったんですね。だからちょっと多かったね。でも白米久しぶりに食べたかもしれない。久しぶりかも。ん？久しぶりかもしれない。ん？久しぶりかも。白米久しぶりかもしれない。でもあんま白米食べたいと思ってないから、あんまり分かんないけど、久しぶりでした。ということで皆様、どういう食事を取ればいいのか今試行錯誤中。オートミールは糖質いっぱいあるかな。糖質あるけど食物繊維がやっぱあるんだっけな。オートミールちゃん、白米はね、ま、小麦粉よりはいいよね。グラノーラは太るよ。グラノーラはね結構太るよ。グラノーラはね甘いからね、砂糖いっぱい入ってるからね。お肌の調子はよく、あ、一番ひどかった時みたいにはなってない。ここの膨らみがなくなったから。そう、そうでした。という感じですかね。付き合ってくれてありがとう。今から寝る支度をしたいと思います。あれ、私がメイク落としのためにコットンをここに持ってきた。メイク落とそうとしたでも落とさなかったよね。でその落とさなかったコットンどこにあったっけ。ここか、いた。寒いね今日は。あ、全然寒くないけど、あやばい、ジャンパーまだ買ってない。今日買いに行ったんだよ本当。そう、買いに行ったの。舞台見に行った後ね、売ってなかった、いいのが。ダメだね。新宿で買わなかった。新宿は買わなかったです。新宿なかった、うん、新宿なかったから、次はどこ行くかな。
コスプレはね手作りでした。31日のコスプレね何にしようか悩んでる。そう、新宿はなんかさ、お店はいっぱいあるんだけど全部、そう今日そうレイちゃんと一緒にいたんだけどさ、ハルピョンもいたんだけど、お買い物は新宿はなんか私たちセカンドストリートに行きたいって言ってセカンドストリートに行ったんですよ。セカンドストリートってあの古着屋さんなんですけど、なんか私の愛知にあるセカンドストリートはだいたい500円とかで売ってたりとかしてめちゃくちゃ安いねみたいな服がいっぱいあるお店なのね。なんだけどあの新宿のセカンドストリートって言ったら全部高くて、あれこれ本当にセカンドストリートと思いました。あれ全部5000円とか6000円とか7000円とか1万円とかするじゃんと思って、えなんか私のね、なんかれいちゃんも同じこと言ってたんだけど、私も愛知にあるセカンドストリートはなんか1万円とかもあるけど基本的にはでもね新宿が高かったな。うん、ルミネーストさんはわかんない、私見たんですけど、わかんなかった、何も買わないで帰ってきました。何も買わないでプロテインだけ買って帰ってきた。え、愛知より高い？いやでも基本の定価は変わらんからね定価は変わらないからね。なんか渋谷はでもね、前渋谷のセカンドストリートもレイちゃんって言ったんですけど、渋谷のセカンドストリートは怪しいなって気もするんだよね。でもなんか自分が好きなのが分からなかった、買わなかったな。そう、え、そういうことじゃないから、もう通じないですな。レイちゃんもとハツカの違うじゃなくて、レイちゃんも2人であれ高いねってなって書いたの。まあそういう話じゃないよ、そういう話じゃなくてみんなどういうのを想像してるの、マジでマジでどういうのを想像してるの。ということで、トゥルトゥトゥトゥ、さよならでございます。バイバイ、元気でね、おやすみもうだからね、疲れてる時に配信するとテンションが激低いねこれはダメですね、達者でな、鼻かゆいですね。バイバイ、おやすみ、元気でな。